Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the end. さあ皆様お疲れ様でございます。明るく楽しく元気よく本舗三宅でございます。もう暗いです。本日も一日が終了いたしました。そして暗い時に車庫に帰ってきましたので、ちょっとハイパー号のナイトシーンを撮ってみたいと思います。そしてですね、皆様昨日は、アドバイスといろいろありがとうございました。それをね頭に入れて、もうねお尻いっぱいまでつけらずにちょっと開けとこうと思います。でまあ後ろからも入りやすい、大型車が入りやすい、出る時もまあ出やすいように、まあ4トン車しておきたいと思います。いろいろとありがとうございました。もしですね僕に非があった場合もどんどん言ってください。失敗は成功のもとということで、失敗に気づいてなくてずっとそれを続けてたらただのアホなんで、もうもしも僕が失敗してるところがあればどんどん教えてください。失敗は成功のもととして受け止めて改善していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、この車のですねナイトシーンを撮っていきたいと思います。よし撮りに行こう。じゃあまずはサイドプニプニマーカーから行きましょうか。ちょっとねもうめっちゃ汚れてるんですよ。まあまた水かけるんですけど、これプニプニマーカーこんな感じで光ってます。まあ真っ暗じゃないんでね、こんな感じですね。結構明るいですよこのサイドマーカーね。パーマンです。あ見えへんな。パーマンのサイドマーカーです。こんな感じですね。汚れてますよね、パーマンのサイドマーカー。でケツのマーカーはこんな感じですね。でテールはねこれですね、歌舞伎テール。見えるかな、こんな感じで光ってます。遠いけどこんな感じで光ってます。後ろから見た感じはこんな感じです。こんな感じなんですよね。まあ上もね、どうやろ、どうやったら映るやろ、こうか。車高灯もねこんな感じで光ってるんですよ。テールはこんな感じ。もう良い。でフロントはね、あ自分映ってた、安倍さん状態や。フロントはねこんな感じです。スモールもねここにもね一応光ってるんですけどね、サイドもあって。スモールはこの前 LED に変えたんで、まあこんだけ明るいですね。これ今スモールだけなんでね、スモールだけです。サイドこれがね、これがすごい明るいんですよね。スモールだけでこんだけ明るく見えてますよね。でヘッドライトをつけるとこんだけ光ってます。まあね皆様ご存知であると思うんですけども、このね頭の目も光ってまして、でこれね、アンドンと車高灯、こっちも4つついてます。さあ、じゃあ前傾全部を映すとどんな感じかっていう、あ、こっから車高灯見えるかな。前からの前傾、横から、横からの前傾、横から、後ろからは撮りにくい。
で、景色、景色はこんな感じです。大阪泉州です。大阪泉州地域です。ちょっと BGM に鳴り物とか入れたいなホイールはね、もうまた汚くなっちゃいました。また水で洗います。サイドの前傾、サイドの前傾、こっちから見ると左から見る？こんな感じ。どうですか？どうですか？夜間。僕はやっぱしね、このプニプニがめっちゃ気に入ってますね。これ見えるんかな？パーマン。パーマンのプニプニマーカーね。で、最後、あと一個。もう絶対つけることないんですけど。あ、これ伝票。絶対つけることないから、ボタンどれやったかな？どれやったっけな？どっかにやったんやけどね。あ、これや。ここにあるボタンや。この横のこのボタンを押すと。よいしょ。ここね。タイヤ灯も光ります。タイヤ灯もね、LED です。これ。めっちゃ明るい。ま、だからこれつけたら、真っ暗になったら、なんか、翼が生えてるみたいな感じ。翼が生えてるみたいな感じになります。ちょっとね、真っ暗になったら撮りにくいんで、ちょうど今日いい夕方の時間やったんで、撮ってみました。ね。めっちゃ明るいですよ、これ。というような感じになっております。中はね、もうライトは、あ、そうか。中のライトはもう変えてないです。これもね、ちょっとね、LED にしたいなとは思ってるんですよ。室内灯ね。で、これですよね。蛍光灯。もうライト類って言ったらこれぐらいですね。これ変えたいですよね、ここね。ここなんかいい LED あるんですかね。まあ、暗くないっちゃ暗くないんですけど、LED にしたいですね。という感じで、ハイパワー号のナイトシーンでございました。結構ね、最近終わるのが早くて、帰ってきた時まだ明るいんですよ。で、このナイトシーン撮りたいなと思ってて、今日偶然的にも、今、18時で暗くなってくれたので、撮っております。あ、ちなみにね、ここには、キーホルダーあります。映れへん。これね、泉大津のサービスエリアでいただいたんですよ。泉大津のサービスエリアでいただきました。これも、本舗中様に初めてお会いした時にいただいたキーホルダーです。めちゃめちゃ大切にお守りとして、この3つぶら下げております。さあ、本日もご視聴ありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。さようなら。